アンド・ウェイクフィールドは、米国入りの一周、シカゴに本部を置く、多国籍企業であり、世界最大の総合不動産サービス会社の一つ。約60カ国に400カ所の事務所があり、約5万3千人の従業員を要する。1917年、クライズベール・クッシュマンとバーナード・ウェイクフィールドの議形邸によって、ニューヨーク市で設立。1960年代、 全米に拠点を拡大。1990年代、1820年どんどん設立の老舗不動産会社、キーリーベカーを買収し、欧州に進出。1994年、南米、欧州、アジアの主要不動産会社とパートナーシップを築き、世界拠点もを確立。2000年、企業買収を通じ日本市場で不動産サービスを開始。 2015年 DTZ と合併し、売上60億ドル規模で世界最大の非常上場不動産企業に、2017年クッシュマンベークフィールド設立100周年、2018年ニューヨーク証券取引所に上場、テナント企業とオーナー、投資家の双方に総合不動産サービス事業を展開している。仲介事業のほかテナントレップとして移転や、 賃料交渉を行う。また、オーナーレップとして、テナントを誘致する。ブランド店舗や、物流施設の賃貸借も扱う。事業用不動産の売買、投資助言、資材管理、不動産鑑定評価、市場調査報告多国籍企業の不動産ポートフォーリオ管理、賃貸借契約管理、施設管理や開発、内装工事管理日本企業の海外進出、 拡大並びに撤退支援。ありがとうございます。